皆さんこんにちは。今日は2024年7月20日放送の転生したらスライムだった件第3期第63話謁見式のネットの皆さんの反応をまとめました。前回ラストで突然やってきたミリム、何をやらかしてくれるのか楽しみですね。皆さんの意見はどうだったんでしょうか。後半には全体の感想もまとめていますので、ぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。この動画が良いと思ったらぜひ、グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。会議は5分前集合がデフォ。そういや先週なかったんだっけ。久しぶりの会議だ。ミリムだ。ミリム来た。ミリムかわいい。ミリム今シーズン初かな。どや。最強魔王の妖精を無視できるわけないじゃん。どうせ。ぼっち卒業。シュラバカ。シュナカは。シュナツへ。でかした。ミリムの胃袋掴んでる。この鬼っ子が一番怖いのでは。ブルーレッサーファイアドラゴン。あっさりかよ。あっさり捕まえた。遊戯王にいそう。ゲットだぜ。鬼畜ダンジョンよね。ミョルマイル来た。ガイルがいる。ガイル。いきなり財務大臣。ゴブエモン。ゴブエモン来た。ゴブエモンおるやん。カットしたのかと思った。このおっさん、見た目だけなら鬼畜商人だよな。会議始まった。会議来た。やっぱり会議。本店会議来た。キングスライム。キングスライムかな。人型の方が良くない。リムルに謁見するのかよ。新魔王の品定めか。シオンに抱きかかえられないとらしくないぞリムル。もう会議終わりかよ。短いぞ。トカゲ。パパ来た。こんな声だったっけ。一気以来じゃないかこの人。サンバカまだ出番あった。ドライアドさん。ポンコツ化したドライアド。ラミリスは可愛いわね。この植物の人たちはなぜこのラミリスを崇拝しているの。もともとの主だから。妖精王だからとしか言いようないんじゃね。多種族じゃわからないオーラでもあるんでしょう。違い封建に返してるの。草よかったね。森はどうなるの。すや。まだ謁見式。ごぶた寝てんじゃねえぞ。寝れな。ゴズ。ああ、なんか弱そう。ゴズメズ。グマウス来た。なんだこいつら。馬食いゲスし。馬と牛じゃん。マータミノさん。牛だ。パリーしないと。ミノタウロス来た。今季何匹目の牛だ。今季3匹目のミノタウロス。強い。聞かない。聞いてなくて草。身の程をわきまえよ。リグルドかっこいい。空気読めよ。結構強いのかこいつら。そっちには気づくのかよ。新たなサンバか。シオンがエッチな格好してる。おっぱい。はち切れそう。ゴブゾウも相当強いはずなのに。誰だよ。カマセカン。グヘヘ。ヤンス。そうでヤンスよ。シオンはサイズの合った服はないのか。谷間が見えるのはいいことだが。ヤンスヤンスうるせー。ヤンスって久々に聞いたな。ではにヤンスキャラ。決闘。ちょうどいいよ公演集に。天下一武道会。闘技場もあるのかよ。こけら落とし。早速闘技場が役に立った。赤い人のセリフ。パクった。シャアかな。シャアがおる。シャアみたいなセリフ。特化で聞いたセリフ。新築の闘技場壊すな。強い。鬼たちの中でこの子が一番強いの。ベニマルより。おいおい瞬殺だよ。惚れちゃいそう。弱っていうかシオン強。力こそパワー。ああもう闘技場がめちゃくちゃだよ。なんでこんなのにバリア突破されてんの。腹が減ったでヤンス。ヤンス笑うわ。デブラ。末っ子の名付け。弱すぎるからじゃ。押し付けられた。脳筋には脳筋を。姉さん。シオン姉さん。ダークマター食わされる。シオンの手料理かな。シオンの料理をたっぷり食わせてやろう。何も連絡ないのに息子押しつけ。男エルフは外れ。人間の10倍の寿命短いな。エルフとか初出。ゴズメズがリムルに反応せずあの3人に反応してたのはよくわからんな。アホだから身近な力にしか反応できないんだ。相手が強すぎると逆にわからないみたいなやつか。とても迷惑な存在。迷惑で草。エルフならあのぐらいなんとかしろよ。
エルフで稼ぎすんの。エルフ奴隷の原因牛と馬のせいかよ。また移住者が。いい物件がありますよ。便利な人口がどんどん増える。トレントさんたちが抜けた穴か。そしてまた会議。天狗いたんだ。天狗、世界観めちゃくちゃだな。天狗じゃ天狗の仕業じゃ。かわいい天狗。ミリムのお手伝いで隠しドラゴンをサクッとゲット。これでダンジョン内に地形効果が出るようになったってことですかね。罠とかも含めてなんかとんでもなく極悪なダンジョンに仕上がっていそうな。いろんな種族が謁見に来てましたが、牛&馬は随分旗迷惑な連中でしたね。そこに割り込むように騒動を起こしに来た3人組。シオンにあっさり倒されてましたが、魔王ダグリュールの子供たちとかで、なんだかんだリムルが他の魔王たちからもしっかり認められてるってことでいいんでしょうかね。しかし、ヤンスっていうキャラがまだ生息していたとは、天すら恐るべしでしたね。この後は、本スレなどからの皆さんの感想を紹介します。よかったら皆さんの感想もコメントに書いていってくださいね。ヤンスに全部持っていかれる。やっと天狗に出番来たか。絡めてじゃなく真正面からシオンに挑んで勝てるのはもはや魔王クラスしかいないんじゃね。魔王ミリムと魔王ラミリスの喧嘩を止めるシュナの制裁力もなかなかだったね。シュナとシオンの謁見清掃も可愛かったな。日向編が終わってラミリス編になったというくらいラミリスの出番が多いぞ。ラミリスとミリムの絡み可愛い。シオンってなんであんなに強いの？なんか鬼がどうとか言ってたけど。シオンは蘇生時にアッキーへと進化し、不死生命体になった。ゴーリキマルも蘇生時にのゴーリキマル。改、絵と改良されて相手の精神に直接ダメージを与えられるようになった。しかもシオンは自称に干渉できる地位とスキル持ち出しな。普通に強いだけのベニマルが空気感。ヤースやガースは明治大正生まれも使ってた丁寧語だから、昔のキャラはヤースガース使うキャラがそれなりにいたんだ。藤子不二雄の怪物くんのお供も使ってたし。今回はラファエルさんの出番なかったな。3人組の方がエネルギー量多いのにシオンが圧倒した理由って説明ありそうでなかった。単純に技量の差だよ。魔素はいくらあっても活かせなければ意味がない。どんなに MP 上限高くてもしょぼい魔法しか使えなければ意味はないみたいな感じ。戦闘技術もあるけどマスキルだろ。料理人はユニークスキルだけどアルティメットスキルレベル以上にヤバいスキルだから。ラミリスがドライアドとかに絶大な人気誇ってるのがよくわからんな。ラミリスが妖精だか精霊だか系だからか。トレイニーさんたちはもともとラミリスに仕える精霊だったが、ラミリスが精霊女王から魔王に堕落したことに伴い、トレイニーさんたちも受容性に変化。その後ラミリスと離れ離れになってしまい、途方に暮れていたところをベルドラが保護して、その恩でジュラの大森林の管理者を請け負っていたという事情がある。リムル、ミリム、ラミリスの魔王をはじめその他の要人の胃袋を掴んでいるシュナが事実上の支配者だな。今回お客さんたくさんで豪華だったな。ミリム相変わらず可愛いし、最古の魔王2人を正座させるシュナ強すぎるだろ。ダグリュールは何考えてるんだ。ベルドラがいるからなのか。次回はいよいよ天狗の登場だし、ベニマルどうなるんだ。ミリムが出てきてラミリス、ベルドラとは気合い合い。これぞ天スラ最上級の至福の境地ですね。そのための伏線となる流れ、ドライアドにエルフにゴズメズ、四属性のドラゴンたちにダンジョン極悪化も順調そうで楽しすぎます。次回天狗でニヤニヤ、最高に面白かったです。ミリムがやってきた時のラミリスの調子に乗りようが良かったですね。ワイワイした感じ、キャラでガン攻めしてくる感じが私はすごく好きです。第一種魔王制御技師あるいは魔王使いしな。リムルも時々操られてるしな。個人的には戦略性のないドンパチ、今回のシオン戦みたいなより会議大好きだけど、世間一般的にはそうではないらしいので、来期以降の人気を考えるに少し余計な心配はしている。意図を持って乗り込む場合を除き、どんなに平和を描いてもバトルはなくならない。思うに通信が発達していない問題は大きい。テンペストの国勢も戦力も正しく伝わらないため、やからたちがやってくる。59話で語られた構想は平和のために必要なものだったとわかる。開国祭にはミリムも噛んできたけど、
一応は最古の魔王として領地も存在してるからラミリスよりは格上のはずなのに、ヨルマイルも正式に参加してゴズとメズニエルフ族、魔王ダグリュールの息子たちとかなり人数増えてきたな。テンテスト